はい、酒好きな新潟市のいい人が、今回は、ハイサワーです。ハイサワーの青リンゴ味。なぜか、ライム味よか、色が、緑色っていうね。炭酸に入れるだけで炭酸の効いた、違う、焼酎に入れるだけで炭酸の効いた酎ハイの出来上がり。お酒終わるならハイサワー。焼酎1に対して、ハイサワーを3。お酒と割らず飲んでも OK だそうです。原材料名がリンゴと、糖類と酸味料と香料と保存料と、リン酸使用と、着色料となってます。 10% リンゴ果汁入り飲料ということで、10%入った。それでは焼酎を入れて飲みましょう。お、いい匂い。やっぱ青リンゴうまいんだよな。青リンゴのね、本当にね、青リンゴのなんだ、かき氷ね。僕は大好きです。それでは、乾杯。あ、うまい。青りんごうまいな。これうまいな。うまい。やっぱ青りんごは別格だわ。なんか。青りんごのなんか、シロップ的なやつ、欲しいもんね。なんか。あ、うめえ。かき氷用のさ、青リンゴシロップ買ってきてさ、でさ、それ入れて、焼酎入れて、炭酸水入れて、って感じとかできる。いいね。うん。適度に甘い、甘いって甘くて、ちょっと酸っぱいかな。青りんごシロップ、うん、あーうめえ。あー、やっぱ青りんごうめえな、うん、てか俺それで思い出したけど、そういや俺梅シロップ買った気がするんだけどな。飲んでないかもしれない。青りん。うわぁ。いいね。かき氷の。青りんご味。うまいよな、このなんか。うまい。めちゃくちゃうまい。あれ？コーラ味とかもあんだね。かき氷にね。はぁ、あ。
コーラ味なんて、かき氷なんて見たことないよ。コーラ味のかき氷。やっぱいちごがやっぱあれですかね。人気ナンバーワン的な。いちご美味しいよね。確かにいちごも美味しい。俺もいちごも大好きだけど。ブルーハワイとかはもう食い飽きたな。レモンとかも食い飽きたな。なんかいちごってさ、なんかさ、小学生時とかの時、あんま頼まなかったんですよね。なんかこう、女っぽいっていうか、いちごって、ほら、女の子っぽいじゃん。だから、頼まなかったですね、でも大人になってからいちごのかき氷食べてみて、あ、うめえなーって思いました。ブルーハワイはね、もう子供の時ブルーハワイばっか頼んでたからね。なんか青かったからさ。あ、みぞれなんてのもあるね。グレープ。もうなんかさ、かき氷、祭りのさ、ところですね。なんかさ、シロップかけ放題みたいなのあるじゃん。なんでも混ぜても OK。かけても、どれぐらいかけても OK みたいなのがあるんだけど、そういう店がね。もうかけまくってたもんね。桃なんてのもあるわ。桃は見たことねえな。コーラ、桃、オレンジ。いや、オレンジも見たことないね。ラムネだって。はぁ、あ。ラムネなんて。マンゴーもあるよ。おいしい。マジで。チェリー。チェリーなんてのもある。抹茶。抹茶いいね。いや、でもやっぱね、かき氷はもうね、青りんごがね、友達に勧められて食ったんですよ。当時、ちっちゃい時に。青りんごうめえぞって。食ったらもうめちゃくちゃうまくてな。なんじゃこりゃってレベルだったね。うめえと思って。青りんごってこんなうまかったんだっていう感じ。だよね。かき氷 .com なんて、サイトがありますけど。かき氷屋さんのための利益半、計算ツール。目標100人。売り値がだいたいさ、かき氷ってさ、200円ぐらいでしょ。かき氷って案外安いよ。200円か300円ぐらい。もう200円ですよ。ほい。利益は940円。売り上げは2万円。ああ。100人で2万円か。手動し、かき氷レンタル。でも100人に売って、利益2万円ってなんか大して、
あれだ。300円ぐらいにし。ビネ300円ぐらいにする。売り上げ3万。利益1万。利益1万か。100人に売って利益1万ってなんか、1日100人、100人に売って1万円、まあ、うまいっちゃうまいけど、でも結局は、あれだもんね。かき氷ってほら、祭りの時とかだけでしょ。あんまりさ、年中売れるもんでもない。ちょっとなんかこの青りんごなんかあれだな、ちょっと渋みっていうか苦みっていうかあるな。渋いなんか渋いっていうかなんだこれ。なんか渋いな。なんか渋いな。なんか渋さがある。新鮮なリンゴ果汁と甘酸っぱさを楽しめます。癖になる美味しさで女性にも人気です。爽やかなグリーンはアメリカ西海岸でも大人気。アイスクリームをトッピングしても、と書いてあります。うん。青リンゴうまい。ライムよりはるかにうまいね。てか大体青リンゴってその、チューハイで青リンゴってあんまないからね。ライムとかのチューハイよくあるけど。ね。ライム、レモンはもう、なんか、飲み飽きたっていう感じはあるけど。なんか新鮮。すげえちょっと新鮮味がある。こういうのがなんか、ね、なんか青リンゴってなんか、こう定番じゃない、ね、チューハイ。だって青リンゴのチューハイなんて、チューハイってある？青リンゴのチューハイなんて俺ほとんど飲んだことないの。青リンゴはね、実際に青リンゴって食べてみるとあんまうまくないんだ。こういうやつだと美味しいって感じはある。昔、ハイリキにも青リンゴ味なんてあったんだね。グレープフルーツ味とウーロン割りなんてのもある。
なんか昔のチューハイって、今に比べると、なんかチープさがあるよね。今はなんかすっげえさ、なんか、華やかなんだよね。だけど昔のはこう、なんか味があるっつうか、チューハイのその見た目、味があっていいよな。なんか宝のサワーとか、缶チューハイサワーとかさ、これいいな。このなんか見た目っつうか、2007年あたりの、うわぁ、2007年、今10年前か。俺18歳だから、酒飲んでないな。この頃のなんか、缶チューハイの缶のなんか、見た目のレトロさがなんかいいな。レトロさが。いいっすね。俺本当にあのあれ梅割ってほらあるっしょ、あのなんだ、あの東京でね、焼酎に梅を入れて、まあ前も俺飲んだけどさ、紹介しましたけど、ね、あれの梅割り用の梅の、なんだ、シロップを買ったんだ、そういえば。忘れてたけど。あれちょっとさっさと飲まねえと。さっさと飲まねえとっていうか、いろいろさっさと飲まねえといけねえのがたくさんあるんだけど。やべえ。うん。やばいな。そろそろ飲まねえと。やべえぞ。ちょっとこのハイサワーの青リンゴ、ちょっとあの普通の青リンゴシロップと違ってちょっと苦味があるね。うん。ちょっとそれが残念だけど、えぐみっつうか苦みっつうか、ちょっとえぐい酸味ではないね、えぐみがなんか苦みっぽいのあるね。まあでも、うん、美味しいと思います。ハイサワーの中で一番美味しいと思います。これ、苦味がなければ5つ星ぐらいだったな。2444です。ご視聴ありがとうございました。